ディズニーパーク、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート・エプコット、アメリカン・アドベンチャー・アメリカン・アドベンチャーは、アメリカ合衆国フロリダ州の、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートにある、ディズニー・パーク・エプコットの、ワールド・ショーケースの一部である。パビリオンは、イタリア間と日本間の間に位置している。最もっとも、面積の広いパビリオンでもある。ここでは、同盟のアトラクションについても解説する。 アメリカンアドベンチャーは国民の館をテーマに設計され、18世紀後半のジョージア州の植民地時代の建物やフィラデルフィアの独立記念館、モンティチェロ、ボストンの旧マサチューセッツ州会議事堂などから着想を得て作られたパビリオンの2階に位置しているオーディオアニマトロニクスなどを使ったアメリカの歴史を描く30分のシアター型のアトラクション。 ベンジャミン・フランクリンとマーク・トゥエインの二人がアメリカ独立戦争や南北戦争、大恐慌などアメリカの歩んできた歴史の旅へと誘う。ありがとうございます。